こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、2月の9日金曜日です。この前、新しく購入したスノーマンの、雑誌と切り抜きをちょっと紹介しますね。これはスノーマンロード2。さっと紹介します。高い1000円プラス税金です。これはジャニーズプラチナメッセージっていうやつで、後々また詳しく説明しますので、丸ごとスノーマン、あ、これなんか面白そうです。これもなかなかいいで、切り抜きをちょこちょこ紹介。これはなんかね、まだ6人だった頃なんだ。宇宙6、この中にメメ様が、これです。指さすな。あ、結構いいですね。やっぱ。で、あ、こうやってやっぱ切り取ってもらうと助かります。ストーンズ、そっか、なかなか貴重ですね。なんか貴重ですね。よいしょ、これもスノーマン。これはスノーマンじゃない。スノーマンじゃん。トラちゃんですね。ほら、スノーマン。こっちは誰だ？あ、こっちスノースト。もう9人の子です。綺麗に撮ってますよね。で、ですの、なんか加工されてるような感じですよね。向井浩二さんが白い巨塔に出てたんですね。裏側はキング&プリンス、略してキンプリ。今日も6分ぐらいで、もし紹介できなかったときは6分ぐらいで、今も3分ぐらいでありました。裏はキンプリと対になってますね。で、これは縦のポスター、9人で撮るのって大変ですよ。これだけあったら本当なんかスノーマン博物館ができそうですよ。ここになんか書いてますね、いっぱい。で、キンプリかスノーマン。裏は日経エンターテインメント。日経エンターテインメントになんでそのままが出るじゃん。どういう雑誌ですか、これ。どういう雑誌なんだろう。なんか日経エンターテインメントっていうとなんか経済雑誌のような雰囲気がするんですけど、違うんですよね。なんかあるんですよね。で、あんまりこの長い動画を作っても、私の動画ってクオリティが低いんで、あれなんですよね。
こっちストーンズですね。ストーンズ。で、こっちがなにわ男子。なにわ男子の幸あり。セカンドシングル。よし。で、メグロレン。メグロレンさんですね。うん。これは滝沢歌舞伎ゼロのやつかな。うん。こっちはコーチくん。コーチくん一人で。ワンショットで映ってますね。コーチくん。その。で、タキシード来てますね。翔太くん。さっくん。阿部ちゃん。お、なんか、伊達さんも顔が雰囲気が違う。イー君、ラウル、メメ。というわけで、一旦ここで前半戦を終了します。明日の、土曜日にまた、お送りします。チャンネル登録ありがとうございます。動画再生最後までありがとうございます。グッドボタンも本当にありがとうございます。コメントもいっぱいありがとうございます。それでは、今日はこれにて失礼します。お疲れ様でした。終了します。終了。